大相撲9月場所、初日、8日日、東京、両国国技館8日から東京、両国国技館で熱戦が繰り広げられている大相撲9月場所の会場に超有名女性タレントが降臨。その、凛とした姿、が中継画面に映り込むたびに、気になって集中できない、大相撲大好きなんだねなど、ファンからの反響が相次いだ。映像、凛とした姿、 が美しい有名女性タレントそれは花道にほど近い東の溜まり石ひときわ目を引くワンピース姿の女性が座っていた。鮮やかな紫のワンピースにピンと伸びた背筋。多くのファンが詰めかけた中でもどことなく異彩を放っている。その女性はタレントのデヴィ夫人84だ。 デヴィ夫人は広角家としても知られ、今までも何度もたまり席で観戦する姿が目撃されている。そんなこととはつゆ知らず、思わぬ人の姿が大相撲中継に映り込むと気になって集中できない、デヴィ夫人じゃないか、といった驚きの声が。一方で、デヴィ夫人の相撲好きを知るファンからは、大好きなんだね、初日から羨ましい、といった声、反響が多数寄せられていた。 アベマ大相撲チャンネル